サラゴサ大学は、スペインアラゴン州サラゴサに本部を置く、公立大学。1542年に創設された、スペイン有数の歴史を持つ大学である。アラゴン州唯一の公立大学であり、アラゴン州の3県全てにキャンパスを置いている。22の学科で4万人以上の学生が学んでいる。サラゴサ大学は、教会学校に期限を持ち、7世紀には、 ブラウリオ司教が率いるサラゴサの学校に統合された。ブラウリオ司教は後に大学の守護聖人となっている。1542年に正式に大学となった。後にアラゴン王となるフェルナンドの誓願によって、1474年にローマ教皇シクストス4世から認可を受け、この学校は一般文芸学校となった。1476年にはアラゴン王フアン世からも、 一般文芸学校設置の認可を受け、この学校は文芸の学位を与えた。1542年9月10日には完全な学位を与える大学として認可され、形式的には1542年を大学の創設年としているが、実際に大学としての機能が備わったのは1583年のことである。1586年には初めて自前の建物を建設した。 サラゴサにあるヌエストラセニョーラ・デルピラール制度教のサラゴサ大学では約4万人の学生が学んでいる。教員は約3000人、職員は約2000人である。サラゴサ県、ウエスカ県、テルエル県とアラゴン州の3県すべてにキャンパスを持つ。ウエスカキャンパスとテルエルキャンパスは1985年に設置されたアラゴン州の州都であり、 サラゴサ県の県とでもあるサラゴサには5つのキャンパスが分散している。最大のキャンパスはプラサ・サンフランシスコキャンパスであり、その他にはリオ・エブロキャンパス、観光大学校、プラサデ・バシリオキャンパス、獣医学部がある。ウエスカ県の県とウエスカのキャンパスには総合技術専門学校、健康スポーツ科学部、人文学、教育学部、経営、 公共政策学部、サンホルヘ病院附属看護学校がある。テルエル県の県とテルエルのキャンパスには、コンピュータ工学やプログラミングを学ぶ、工学院がある。また、社会、人文学部、オビスポポランコ病院附属看護学校がある。ありがとうございます。